ローブティサージュは日本の競走馬。馬名の由来はフランス語でドレスを紡ぐ。主な勝倉は2012年半身ジュベナイルフィリーズ。デビューは7月15日の函館競馬場の芝1800メートルの2歳新馬戦。道中後方から35.8秒の上がりで直線差し切ってデビュー戦を飾った。この後3ヶ月間隔を空けて迎えた。 ファンタジーステークスは先に抜け出したサウンドリアーナを捉えきれず2着赤敗した。阪神ジュベナイルフィリーズは中段から黒船サプライズを差し切って重賞発制覇を GI で飾った。場所のシルクにとっては2000年のオークスのシルクプリマドンナ以来の GI 制覇。菅井長教師にとってはゴールドシップの2勝に次ぐ年間 GI3 勝を達成。 生産牧場のノーザンファームは、阪神ジュベナイルフィリーズ6連覇を達成した。3月2日のチューリップ賞は、良いところなく9着に敗れた。大賀賞は、直線一時は先頭に立ちそうになるも5着に敗れた。そしてオークスは直線追い上げるも9着に敗れた。秋は、ローズステークスから始動、前目につけるも6着に敗れた。週歌賞は11着に終わった。 4歳初戦の京都頻馬ステークスは7着。距離短縮で復活を期して臨んだ阪神頻馬ステークスは3着につけた。ビクトリアマイルは11着に終わった。引き続き出走した短距離重賞箱立スプリントステークスは2着。さらに続いて出走した短距離重賞のキーンランドカップでは直線での接戦を制して優勝し、2歳児の阪神。 ジュベナイルフィリーズ以来の勝利となる3勝目を収めた。11月30日に、京都競馬場で行われた京阪杯のレース前に、ゲートに誘導していた、JRA の発送員が同馬を早く、ゲートインさせるため無知で必要に応打し、そのトラウマから2ヶ月レースに出られない状態が続き、競馬雑誌でも問題が取り上げられた。この時は、枠入り不良と判定され、 発送を4分遅らせたため、発送状況再審査となった。3月1日の阪急杯で復帰し3着と、構想する。しかしその後は、惨敗が続いた。10月31日のスワンステークスに出走したが、最後の直線で落馬、競争中止となった。その後、11月9日に所有する、シルクホースクラブのホームページで現役を引退する、ことが発表され、 11月11日付で競争馬登録を抹消された。引退後は生まれ故郷のノーザンファームで繁殖品馬となる。以下の内容はジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。復活をキスビルシーナなどがエントリー。阪神品馬 S の見どころ。netkeiba.com ニュース。2014年9月1日閲覧。2歳女王。 ローブティサージュがスプリント戦で、久々の勝利。キーンランドシー。netkeiba.com ニュース。2014年9月1日閲覧。レース前の無知、トラウマ京都競馬場での職員誘導、波紋2ヶ月。今も出走できず朝日新聞2015年2月15日。ローブティサージュ号が、競争場登録抹消日本中央競馬会。 2015年11月12日閲覧。ローブティサージュが引退繁殖入り産 k スポーツ。2015年11月10日閲覧。ローブティサージュ競争成績。ジャビスサーチ。公益社団法人日本経手は協会。2020年9月10日閲覧。ローブティサージュの競争成績。ネトキバネットドリーマーズ仕様。リミテッド。2020年9月10日閲覧。 リアンティサージュ、ジャビスサーチ、www.jbis.or.jp2020 年11月20日閲覧。レゾンデスリール、ジャビスサーチ、www.jbis.or.jp2020 年11月20日閲覧。ありがとうございます。